ロケの時っても子供おったらすごい寄っていくしさね好きよ子供子供好きな、うんでもあのーまあのま俺はもう隠さずいるけど嫌いな子供もるいる隠さ、うん <laughs> いや拡散ね、うん、例えばどんなブスな子供うわっかついなこいつシンプルに2文字で。 ええやんそのまあそのねブスというかさ可愛らしいん子供の時みんなみんなみんなじゃない子どの態度とかはええやん別にパンチしてきたりするやんか股間に急にああ全然全然あれ嫌やね俺もなんで高さ一緒ぐらいのとこにパンチしてくる重くそソ男の子ってあれは嫌ややっぱなんでいやむちゃくちゃ痛いからあんまないけどな別にそれさえも我慢できるけどないけるんそれは全然いけるよしよしってなもんやな そう、ほんま、包み込めんのか。うん、股間でも、うん、全然、げ何げ股間で包み込むって。ーーえ。いや、包み込むって言ってたら、股間で包み込むって言ってもらう。<laughs> 子供が欲しいんやな、じゃあ、ほんだな。子供は、ちょっとね、欲しいですね。うん。<ー>うん。最強の、ちょっと、遺伝子が生まれるんじゃないかなと思ったりも、ね。はい。基本の遺伝子。ね。皆さんも、思ってると思う、でしょうけども。 面白い方に行くのか危ない方に行くのか,、うん、くのか分かりませんがね。んかねな名前もね考えてんねんもし子供もができたら恋人はできただからできた時の子供の名前を考えてえってマジで。うんうん、何子供の名前は。子供はあのー、なんかね新中のいつも、あのー、仕事行く時に通るときにラーメン屋の看板ねんけどその感じがすごい素敵で。 ああ、ラーメン。なんかずっと残ってて、どんな感じ、なぎ。うん、なぎ。なぎ。うん。ラーメンなぎから取った、なぎ。<laughs> でなぎっていうのは、その海とかで静かなことでしょ。そうまあまあそう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 、久保田なぎ。ああ、そうなんや。うち、おとなしい子になりそうな気するけど、その逆いや。そんなこともないやろ。ああ、そうなんや。大体名前、おとなしい系の人って、大体大人って半ぐらいなるやん。そ <laughs> んなことないよ。すごい偏見やな。 あそうなんや、うん、ちょっとじゃあそのね子供に近づくように恋人というか、うんね、そういうのを考えていかないといけないじゃないですか。うん